はい、どうしようです。大地です。セカブー。大太郎です。ロンです。今日の企画は、理想の彼女ドラフトなんだなんだなるほど。今日の企画は、服装、性格、スキンシップ、エッピーっていうそれぞれの4つの項目に対して、はいはい、じゃああなたたちはどんなのが理想的な女の子なんですかと彼女なんですかっていうのを用意してあるので、はいはい、ここからみんなドラフト形式で引っ張って、はいはい、それぞれの理想の彼女を作っていきましょうって言います。なるほど、ドラフトなんや。そう、ドラフトです。まあ、大体いつも1つのテーマでやってますけど、うん、人間ってそのいろんな要素がありますから。確かに確かに、うん、ただ品がありゃモテるわけじゃないんですよ。うん、っていうのをこれを見て学んでいただけたらなと思ってます。はい、はい、じゃあ新企画、それでは早速やっていきましょう。じゃあはい、はい、1個目からいきます。はい、服装。はい、はい、で服装が1個目ガーリー、はい、2ボーイッシュ、はい、3コンサバ、はい、4ストリート、はいはいはい、5モードです。なるほどね。はい、選ぶと。この5個の中から、うん、これに書いてポン。はいはいはい。なるほどなるほど。すいません、コンサバって何ですか？コンサバはね、女子アナとかの郷土料理やと思ってるんですけど。サバみたいな。女子アナとかのイメージかな。あ、そう。あ、それコンサバだ。保守的なっていう意味なんですよ。だからすごい流行に流されず、ずっと可愛いみたいな。なるほどね。これはコンサバですね。聞いててますね。全然変わるね。じゃあ可愛いな。ガーリーが女の子。はい、ガーリーとコンサバはどうちゃうの？もうコンサバは綺麗系みたいな。イメージのイメージですね。で、ガーリーがフリフリついてる系って。ガーリーはかわいい、かわいいちょっと女の子って感じが強いと思います。なるほどね。まあ、こんなんでもう一つしかないからな。一つしかないよ。最初が来ましたけどな。こんなん大体みんなの分かるけどな。まあ確かにな。はい、よっせーの、どうぞ。ストリート、モード。モード、わーかっこいい。コンサバ、お前何取った？一抜け、一抜け。ストリートです、ストリート。でもずっと言ってますから。俺はずっと言ってるから。まあ、え、俺ボーイッシュも行くかと思ってた。マジか。いや、いや、ジョンモード行くとか思ってたけど。でしょ？そうだろ、モード行くんだ。ちょっと待って待って、俺モードですやん。え、そう？そうだろ、モードイメージなかったけど。俺見て、俺がどこがモードやねん。じゃない人。隣歩くなよ、そんなんで。白黒のコーデだし、こんな海の青いやつ。え、ここで被るんだ。じゃあここで取り合ってもらうってことね。いや、ちょっと、そっか。そうそうそう、コンサバを聞いたらコンサバになりました。え、その前は？そうなんですよね。その前何でした？ガーリー。俺もガーリー。あ、じゃあ、どの道かぶった。どの道同じ道は言えんだよ。結構近いんや。あー、そうか。これどうやって取んの？これはドラフトで封筒をバッて開いて。なるほど。中に丸入ってる。なるほどな。しゃー。はい、絶対取る。じゃあまずはモード組から。はい、俺はもう分かっちゃうんで、はい、どちらか。絶対こっちです。いいですか？はい、いや、いきますよ。え、おれー、おれきた。ちょっと待って、意外と盛り上がる。なんで分かった？絶対こっちって。いやいや、勘ですよ。すごい、ま、丸って書いてんだ。そうです。うわー、モード。ちょっと、そう、何これ。普通にはしゃいでも戻してもらって、そしたらモード、ありがとうございます。ゲットしました、モード。しゃー、しゃー。じゃあこれは監督に選んでもらいましょう。あ、いいんですか？僕。はい、いや、いいっすよ、さすがに。あ、じゃあ買いな。後輩が行きます、それはもう。ありがとうございます。じゃあ中身見てもらって。どうだどうだ。まあ、でしょうね。思いが強いのが来たね。そうだな。ドラフトは気持ちやから。気持ちが強いから。これは、よっしゃ。気分悪いな。いやー、ってなったらコンサバが監督ですよ。ありがとうございます。コンサバね。あ、これ持っていけばいいね。これ持っていてくれたら自分の分かると思う。今ガーリーとボーイッシュが残ってますから。はぁ、俺とカイトこの2つを。いやいや、これはもう被らんのちゃう。いや、そうでしょ。これはいけるっしょ。これはいけるっしょ。じゃあ第1順のガーリー。なんでなんで。え、俺ボーイッシュ好きなイメージある？ボーイッシュのイメージ合ってます？まだボーイッシュ好きそうやけど俺。あ、ほんと？え、ボーイッシュガーリーだと俺ガーリーだ。いや、ガーリー個性ないですよ。めっちゃ消えてる、めっちゃ消えてる。今から選ぶやで。今から選ぶやで。個性ないんだよ。あー、めっちゃ。ガーリー失礼や。そうなんですよ。俺とガーリー的に回してるんですよ、発言は。これは、俺でもこれ気持ちよ。気持ちよ。それはあるもんね。それも、
きますよ、はいはい、軽いんですよ、だって軽いよ、紙だからないもん2杯いや、おもろいただきました、ガーリー。いや、俺嫌いな方が出来上がるでまだ早いね。ボーイッシュやけどまだ逆に調整もできる。ボーイッシュな子はこっちの方がいいよなっていう風にね。いやさ、理想に合わせて2つ目が、項目はドン、性格です。はい、どう大事よ、これ大事、ここが一番大事。そう、服なんて外だから。いや、そうそうそう、これから人間の部分に入ってます。性格が怖いな。性格一つ目、ギャルマインド。まあギャルですよね、力強く生きていく、たくましく。2つ目、我が道を行く個性派。あまあアーティストとかサブカルっぽい感じですよね。他人、ね、に何と言われるのが私。はいはい、なるほど。3つ目、甘え上手な妹キャラ。はい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 、はい、まあ可愛い後輩みたいな年下みたいな。で4つ目、姉御気質だけど心は女の子。強がって生きてるんですけど、はいはい、けど女の子が好き。なるほど。でラスト、優しくておとなしい子。うわ、これ迷うな。正常な、これ被らんのちゃん。いや、いや俺ね、これ結構被らないと思ってだよね、みんなさ、いや待ってよね、ちょっと待って、ほら、ってきてるよ。このコーナーで俺怪しいと思って。こいつ被らしてくれよ、こいつ被らしてくれよ、あれに、ほんま。これ、俺らやったら大丈夫やった。俺ら、これは大丈夫、俺ら大丈夫。気持ち悪いわ。皆さん気づいてます？こいつが一番被りそうっすよ。だけど、どこ来んの？明らか悩んでるもん、今。しゃー、さあ、どうしたか？レはい、せーの、ドン。姉御気質で心は女の子、個性派、ギャルマインド、甘え上手な妹キャラ、ギャルマインド。ここか、意外、お前意外やな、意外やな、めっちゃ競合するやん。いや俺だって相当ギャルマインド行くと思ってたしな。俺も思ってた。なんで、なんで、え、好きギャルマインド、オリト、知らんかった、それ知らんかったな、知らんかったな。まあでも割とのやつにドラフト負けるわけにはいかない。そうだよね、気持ちやから、気持ちやから。いや、これマジか、そうなんだ。え、俺そもそも地盤ミスってるんで、どうなっても地盤じゃないか、ボーイシュ。そんな地盤ですよ、地盤。そうが一番変えれるんだから、これだよ、そうだよ。じゃあかいちゃん、上か下か。下、下で頼む。せーの、ちょっと待って、来たー。ここ大事やから、ここは大事よ。今、ボーイッシュのギャルできました。めちゃめちゃエロいやん。エロいやろ、ボーイッシュ。残り何も出ない。和田くんは優しくて大人しい。ここいいよ、正常版。全然いいじゃん、正常版。あ、安定。なことないやろ。大丈夫やって。和田と、和田と、あ、安定。いや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 、山本のデシコ好きやで、お前。そうやで、好きやけど尻に敷かれたいんや。モードで優しくて大人しい。おいおい、理想の女性が出来上がってきた。ただのいい女やんけ。皆さんよろしいですか？じゃあ3つ目のポイントは、スキンシップのやり方ですね。はいはいはい。まあこれどんなのかっていうと、1つ目、そもそも1対1をしてくれない。はいはいはい。おいおいおい、すごいな。2つ目、外だけイチャイチャ。ああ、珍しいパターンですね。家ではしないっていう。はいはい、でも言いますよね。で、3つ目が逆に家だけイチャイチャ、外ではツンツンですね、恥ずかしいからとか。で、4つ目がどこでもジャパンです。これはまあザ日本っぽい感じの、まあ和を重んじて公共の場ではしないとか、つつましくね、つつましい感じですね。で、5個目、どこでもアメリカンですね。これはもう家でも外でも友達の前でも、ちょっ、なるほどね。この5パターンから、これはかぶってくるぞ、これかぶるぞ、このど相手がどれを求めてるかって状況ですね。これはこれはほんまにどみたい。はい、行きましょうか、皆さん行きます。せーの、どこでもジャパン、お、家だけイチャイチャ、どこでもアメリカ、どこでもアメリカ、家だけイチャイチャ。うわー、そっかそっかそっか、俺カブラいける、俺すげえな、理想、いいなぁ、いいなぁ、いいなぁ、ストレートやわ。くっそー、まあでもこれだよね。いや、僕はちょっと嫌なんです、本当は。どこでしょ、そうだよね、俺も思って、俺もそうかよと思った、行くやっていう、僕嫌なんですけど、今僕の隣にいる女性はモードで優しくておとなしいでしょ。確かにね、ずっと立たせてください。
ギャップを。なるほどね。そういう子がね、そういう子がアメリカだったらね、おとなしいけど、チャイチャイしてくれるっていうところで撮りたい。なるほど、なるほどな。そこは来るんかいっていう、なんか、えぐみが欲しい。それ、家でも外でもってことね。うん、強くするために常に。なるほどね。なるほど。これ来ると思ったよな、みんな大体ですね。ね、全員これやと思った。俺も全員来ると思ってた。まさかの。ジョンこそどこでもアメリカ行きそうなのよな、俺は。いやなんかね、難しいところですよね、そこは。なるほどね。なるほど、じゃあ引きますか。はいはいはい。アメリカン勢から。これどっち引きます？スターから引きます？今スターから行こうよ。やってませんすよ、スターから行こうよ。はい、百万再生。どっちがアメリカンスタイルな服着てるかっていうね。どうぞ。いや、まあまあまあ、それ当然言ってるでしょ。心やから。あ、言ったでしょ、これ。強っ、ドラと強いな、気持ちがほんまに強すぎる。スターじゃないや、全然スターじゃない、持ってないや。お前その服脱いでこいよ。またあの、空のタンクトップからやるの。真っ黒のね、無事のタンクトップから、初心からな、初心からやりましょう。いや、来たよ来たよ。いやいやいや、監督強え。しゃ、家だけ勝負。上っすよ、上いきますよ。いや、これは大事よ。おーい、弱いよ。これ残ってんのきついよ。しゃあ残ってんのか。おい、待って待って、イチャイチャしないと外だけイチャイチャ。おいおい、待って待って待って、ちょっと待って、外だけイチャイチャ。何、俺もわかんない。もう選択肢を増やすためだけで生み出した。イチャイチャするボーイッシュ変態。しかもギャルマインドやろ。ギャルマインドやから。ギャルやのに。変わってるよな。せーの、外だけイチャイチャ。イチャイチャしない。おー、それに関しては、もう本当に外だけイチャイチャするんやったら、もうせんといてくれっていう。あ、逆にな。いいでしょね。俺はもう、おとなしいってイチャイチャもなかったら盛り上がるの。他人ですもんね。横に並んで歩く男と女やから。確かにな。おとなしい。おとなしい。何がカップルなんだろう。そうそうそう。一旦振り返りますか、今の段階で。いや、もうでも理想ができなくなってる。理想なんよな、今のところ。はいはい。ストリートで、姉御気質で、心は女の子で、どこでもジャパン。あ、俺も結構いいね。ガーリーで、我が道を行く個性派で、家だけイチャイチャ。結構なんか変わり者みたいな感じするな。これはモードで優しくて、おとなしくて、外だけイチャイチャ。ちょっと変な子。外だけイチャイチャ。コンサバ、甘え上手な妹から、どこでもアメリカ。あー、監督じゃん。完璧。これ出来上がってる。ボーイッシュギャルマインドイチャイチャしない。でもぽいよね。これね、わかんないんですよ。今どういうことかな。でもまんまだよ、出来上がってるもの。全く分かってない。あれじゃない、あのキャップ着て白 T にスキニーの黒ジーパンにスニーカーのギャルじゃない。わかりやすいな。まあ見た目はそうや。はい、じゃあラストの項目、これは SP 感ですね。これかぶるやろ。うわ、なるほど。これはね、すごく大事。握りますよ、今までの全てを。じゃあ順番にまた言います。1つ目、週に1回だけする、頻度として。2つ目、週に3回する。人気そう。3つ目、週に5回する。ここもありですよね。まあまあ多いんですかね、世間一般で週5だと。次、月に1回、年12回のみです。ラスト、年に1回。七夕、七夕だけです。七夕会、それ以外は会うことはありません。なるほどね。珍王子と万姫は。うわ、これけどさ、こんなん全員一緒やろ。けどこれさ、間違えたら絶対に嫌なのよ。これはちょっとかぶるな。取りたいのよ、多少あれでも。せーの、トン、集合。週1、週3、週1。やっそー、ちょっと待ってくれ。しゃー、なるほど。しゃー、週5かー。週5か。これどっち、ダメにしてミスったんじゃない。かぶ、なんでスノーチのスターが。ちょっと、えら、こいつどうした。人気でも選んだんじゃん、割と。そう、狙っていったのに。もう素直に。いや、もうこれもう見せたくない。2人が週1固くいったんじゃん。僕ら今のところ理想を着てるから。そう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 、最後の理想バトル。もうね、戦ってるぞ、ここまで来たら。もう全部戦って勝ってる。なるほど、なるほど。戦ってるぞ。なるほど。初バトルでしょ。初バトルね。どっちが引きます、これは。シクロでいくか。いや、もう全然リーダー行ってください。上貸したか。行ってください。
マジで強いでしょうね。完璧なのと今全部買ってますから。うわ、監督だけにそれ持ってるわ。じゃあ監督これが週3ですね。いや週3もう完全な理想、パーフェクトヒューマン、パーフェクトヒューマンで今作っちゃった。じゃあ次はカイトと、ここのバトルも多いな。取らせてください、お願いします。はい、じゃあこれどっち引きます、スターかカイちゃんか。スター、スターから。スターいけ。やっぱスターは絶対最初、もうスターも分かる。はい、どうぞ。はい、おれきた。スター、これのね、スターだ。これがスター、本当のこれがスターか。大阪組が残った、でかいな。いや、これでもこんなんもう分かってるやん。これはな、できんのはでかいぞ。残り年一と月一だけなんで。うわ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 、カイト、カイト、これ。そうです。さあ、ご確認ください。弱すぎる、このゲーム弱。ほら、ちょっと弱。全負け。いや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 、出揃いましたか。はい、いやいや、ありがとうございます。理想の彼女ができましたね。これ理想に近いですね。ストリートで、姉御気質で心は女の子、どこでもジャパンの月1。はい、いいじゃないですか。いいですね。まあまあまあ、全然いいっすね。まあ、遠距離、遠距離やわ。えっ、そう、遠距離って考えたら割と悪くないっていう。確かに確かに確かに、遠距離で月1、むしろいいよな。あ、ええやん、全然いける。めっちゃいいのできるやん。理想のやん。いい、全然いい。で、僕はガーリーで、我が道を行く個性派で、家だけイチャイチャしてて、あの、週5回します。なるほどね。結構強めの子ですね。いやいや、いいやん、全然いいやん、全然いいやん。結構なんか、俺の理想に近い気がします。僕もなんやかんやいいっすよ。はい、モードで、外だけイチャイチャしてて、週1で、優しくておとなしい。あ、なんか上品な子やな、多分これは、いいですね。割と議論できなかった。いや、いい女よ、いい女、全然。なんだ、いい女か。外だけイチャイチャから、ちょうどちょっと光り出したな。確かに確かに、結果いい女よ。すみません、パーフェクト彼女を紹介します。コンサバ、甘え上手な妹キャラ、週3、どこでもメイン。これも監督がマジ好きな、僕の好きな子です、これは。ただに一番通りましたね、全てが。全てそうしますから通りましたからね、しかも戦って。俺、監督がなんかずっとこうやってのしてない何十分間。もう勝者。そうなんですよね、圧倒的勝者。ボーイッシュでギャルマインド、いいよいいよ、イチャイチャしない年1回のセックス。いや、年1がきついな。年1だけどうしてもきついな。え、誰。まあでも僕はね、理想の人全部いるんで。うわー、セッキーサンキュー。いやいや、知らん、サンキュー出てきたな。こうやったらだいぶ僕的には熱い女すごいね。これでな、これで集合。確かに確かに、全然熱いわ。カイトのこの理想は誰だ、他の4人の作り上げた女の子で。あ、他の、そうそうそう、この4人だとしたら、そうですね、僕も監督が一番。あ、そうなんだ。コンサバで、コンサバね、甘え上手で、シュウさん、どこでもアメリカン。そうですね。あ、これ監督なんだ。じゃあ、カイトは一番最初のドラフトで決まってたんだ。そうです。途端こけてるから。でかすぎやろ、ファッション。けど、これさ、あの、けど俺は別に監督の理想じゃないのよ。わかる、わかる、わかる。そう、全然ちゃうもんな。だから、これが正解ですってなくて。ない、ない、ない、ない。ないよ。人にとっていいよねっていうところがあるだけなので。そうやな。俺これマジ理想やしな。突発味を増したっていう。突発味？突発じゃないですか。結局、みんな、いいから。あの、小学校とかの授業で6時間目にやるやつ。ああ、特別活動ね。それを伝えたい企画だった。まあ、そうやな。それぞれ理想がありますよ。そう、だからもう、これだけやんなきゃいけないってことはないですね。なるほど、なるほど。こんな盛り上がると思った。盛り上がったね。よかった。俺は。ナイス企画。最初、そんなと思ってたけど、めちゃめちゃおもろいやん。よかった。はしゃいだな。はしゃいきましたね。やっぱり俺ら女を取り合ってねえんだぞ。そうやな、男同士で。そうですね。この狩りの場が楽しいよな、男は。はい、でもまあちょっとエンタメチックな企画でしたけど、ぜひ楽しんでください。はい、ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しんでください。楽しんでください。